こんにちは、ギタリストの富田です。今日はね、必須理論ドミナントモーションをきちんと理解しようっていう動画の、後編をねお送りしたいと思います。では早速スタートしていきましょう。はい、では4つ目です。セブンスコードが解決する場所は決まっているっていう話ですね。セブンスコードは必ず完全予度上のルートへ解決したくなる性質を持っています。はい、まあ何回も言ってますけどね、G7 は C メジャー7とか C マイナーへ、 A7 だったら D メジャー7とか D マイナーへ移動するっていう性質を持っていると。はい、まあ、ただしですね、実際の曲ではいつもそうとは限らないんですね。スタンダードブックを見てね、確認してみてほしいんですけど、 G7 からね、例えば A マイナー7へ行くこともあれば、 A7 から B フラットメジャー7に行ったりすることもあると。これ全然本来の行き先とは違いますよね。でも実際はこういうことが全然あるよってことですね。まあ、ですが、ここ大事ですね。G7 が持つ性質そのものは変わらないんですね。例えば G7 がね、Am に行く、ね、こういう場合があったとしても、G7 が持つ性質そのものは変わらないんですよ。G7 はいつもルートを C に持つコードで進行しようとするっていうサウンドを持っているんですね。なので、アドリブをするときもね、その性質にのっとって弾くべきなんですね。例えば G7 の次に Em7 っていうコードがね来ていったとしたらね、まあ、もしそういうことがあったとしても G7 そのものの弾き方や解釈がね変わるわけではないんですよ。次に Em7 が来ているからといって、このね、本来 Em7 に解決するのは Bm7 なわけですね。なので、まあ、ここが Em7 だからといって G7 のところでね Bm7 っぽく弾くっていうのはね、ちょっと僕は違うんじゃないかなと思っています。アナライズするときにはね、次にどんなコードへ進行していようが、そのセブンスコードが持つ機能を認識してアドリブするべきだなと。なんで、例えば G7 から Em7 に行っているからといってね、ここを Bm7 で解釈するわけではなくて、 G7 はあくまで Cm に行くつもりでフレージングをして、解決したら Em7 だったみたいな、そういう感じですね。なんで G7 はちゃんと G7 が持つ性質そのもののアドリブ、その性質にのっとってアドリブをすると。で、解決した先が Em7、 ここで初めて Em7 のね、あの音を弾けばいいので、 G7 はちゃんと G7 として解釈しましょうっていうことですね。これ非常に大事なので、ぜひ覚えておいてください。はい、では5つ目ですね。ジャズにおけるドミナントセブンスコードの重要性についてっていうところですね。はい、ジャズにおいてのセブンスコードが果たす役割っていうのは非常に重要です。ジャズスタンダードはね、もうドミナントモーションの嵐ですね。もうとにかく解決、解決、解決みたいな、そんな感じですね。いろいろなね、解釈ができるっていうのもセブンスコードだし、自由にねアウトできるとかアウトしやすいっていうのもセブンスコードであると。なので、セブンスコードをね制するものはジャズを制すると言ってもね過言ではないと僕は思ってますと。とにかくね、解決解決多いんですよ、ジャズスタンダードを弾くときって。なんで本当にセブンスコードをねどういう風に弾くかっていうね引き出しをたくさん持ってるっていうのはねすごく大事なことですね。ただまあね、ちょっと注意点があって、セブンスコードにはね4種類の解釈がね必要ですよっていうことですね。はい、まずね、純粋なダイアトニックコードである場合ですね、ただの5度7である場合で、次ね、セカンダリードミナントである場合、まあ、ダイアトニックコードに解決していくセブンスのことですね。で、3番代理コード裏コードである場合ですね、まあ、代理コードだいぶサウンド変わるんでね、この時にもちゃんとした、アドリブの理論があるんでね、これ必ず変える必要がありますね。で、4番完全な転調している場合、もうそもそも全然違うキーに向かっていく5度7である場合ですね。これはもうキーを変えなきゃいけないので、もう弾き方そのものというか、使うスケールそのものが変わってきますよね。はい、この4種類の解釈が、ね、必要であるということは覚えておきましょう。解決先のコードによって弾き方も変わるし、代理コードの場合はスケールも決まってくると。まあ、違うスケールを、ね、弾かなきゃいけないということですね。転調している場合はキーごとに意識を変える必要もあるということですね。なので、ただまあ本当にね、このジャズにおけるドミナントセブンスコードっていうのは本当に重要です。もうセブンスばっかりの曲とかもあるんでね、あの文句の曲とかね、とにかくね、セブンスコードをしっかり練習しましょう。で、どういうふうにね、セブンスコードがどこに解決していくのかっていうのはね、もう常に、パッとね、コード見たら分かるっていうぐらいにね、なるっていうのが重要ですね。頑張ってね、ドミナントセブンスコード覚えましょう。
はい、ではまとめに行きたいと思います。ドミナントモーションとはお辞儀の時のサウンドであるっていうことですね。これが一番わかりやすいドミナントモーションだと思います。不安定な響きとはっていうことで、まあ、とにかくねどこかへ行きたくなるっていうサウンドですね。ドミナントコードが持っている、まあ、この不安定な響きの本当の意味ですね。どこかへ行きたくなるサウンドで、まあ、次のコードをイメージできるっていうことですね。 G7 がジャーンとなった時になんかこう頭の中で C メジャー7が勝手になるとかね、そういう感じですよね。次のコードをイメージできる音でありますよと。でセブンスコードが解決したくなるコードはね限られているってことで、限られているというか決まってるんですね。でも G7 はねいつも G7 として解釈しましょうと、いつも C マイナーとか C メジャーに行きたいんだよっていうことですね。 G7 の後に E フラットメジャー7が来ようがね、A マイナー7が来ようが、もう G7 はいつも G7 であると、進行先のコードにとらわれず解釈しようってことですね。でジャズにおいてはセブンスコードをどのように弾くかが重要です。スタンダードはねもうドミナントモーションの嵐ですね。もう解決ですね。でセブンスコードを制するものがジャズを制すると言っても過言ではないですよってことでした。でセブンスコードはね多くのテンションを使える場所であり、より自由な解釈ができるコードです。なんでドミナントモーションを理解してね、きちんと理解してアドリブに正しく活かしていきましょうということで、今日はねドミナントモーションについてねちょっと詳しく解説してみました。わかんない人はねちょっともう一回ね動画を最初から見直してください。ということでね今日は以上となります。ありがとうございました。